イギリス国鉄時代の1 5 8系イギリス国鉄1 5 8系機動車はイギリス国鉄が導入した中距離用の液体式機動車である。地方線区の機関車牽引列車と旧型の第一世代機動車の置き換え用としてブレルのダービー工場で1989年から1992年にかけて182編成が製造された。新世代機動車。 スプリンターシリーズの中でも高速運転が可能なことからエクスプレススプリンターの相性がある。一部の編成は長距離速達列車向けの設備に改装し、159型へ改装されている。全182編成の内大部分が2両編成だが、17編成が3両編成で登場している。3両編成のうち8編成は中間車を抜いて、 別の8編成に組み込み、159系の増備用に改造編入されている。最後の10編成は、リーズ周辺の近郊列車向けに紹介料されて登場した。1次車は、出力 350HP のカミンズ製、ディーゼルエンジンを搭載し、2両、または3両の編成を組む。2次車は、同一出力のパーキンス製エンジンを積む。最終増備車は、 ウェールズの山岳路線向けに 400HP の高出力のカミンズエンジンを搭載した。高出力編成は他に3両編成22本が製造されたが、長距離列車用向けに159型への改造を受けて運用を開始した。台車は全車とも P4 から 4A、T4 から 4A 型を装着する。連結機は全編成とも BSI 式連結器を装着しており、150K、153、型、155K、156K、1 5 9系1 7 0系の各形式との並結運用が可能である。イギリス国鉄時代は1989年にスコットレールの運用に投入された。その後もグレートブリテントを各地に投入が進み、ミッドランド、北部イングランド、 ウェールズ、南西部に運用範囲が広まっている。民営化後は、以下の運行会社で使用されている。158型を基礎として、大国有鉄道向けの機動車、ASR 型が製造された。1990年から1991年に、かけて3両編成6本がブレルで製造され、タイへ輸出。現地に合わせて、機関を1000ミリメートルの凶器としたほか、 客用扉は手動のうち開き戸とされた。2011年に全社が改装工事を施行された。ありがとうございます。